ございました。和牛坊の皆さんも高知系のよさこいをこうやられているということで、同じようなね、どんな作業を持つのかと、ね、感じるかもしれません。知ってましたか、よさこいってひらがなで書くと高知系なんです。アルファベットで書くと相談系なんです。ということでご紹介いたしましょう。チームジルの皆さん、どうぞ。皆さんこんにちは、三重県から参りました、チームジルと申します。本日は、チームワゲモンさん、10周年記念公演開催、誠におめでとうございます。本日はですね、チーム8名という、少人数の参加ではなりましたけれども、ワゲモンさんがこれからますますですね、活躍されまして、15周年、20周年ということで、元気にですね、活動してほしいなという気持ちを込めまして、少人数ではございますが演舞させていただきたいというふうに思います。チームの主力で山桑の歌を踊ります。よろしくお願いします。